水原一平通訳がエンゼルスから首宣告。エンゼルスは現在、大谷選手やマイク・トラウト選手といったメジャーを代表する選手がいるにもかかわらず、2014年を最後に、プレーオフ進出はおろか、地区優勝争いすらできていない状況にあります。当然ファンからはオーナーに対し、多くの批判の声が寄せられ、財政的にも厳しくなったとモレノ氏は球団売却を決断しました。そして、この状況の中で、球団のコストダウンの一環として検討されたのが、大谷選手の専属通訳を務める水原一平氏の契約解除でした。水原氏は大谷選手の通訳としての仕事だけでなく、試合後の取材調整やマネジメント業務までこなすほか、試合前のキャッチボール相手を務めるなど、通訳としての範疇を超えた働きぶりで大谷選手から絶対的な信頼を得ています。そのため、いくらストイックな大谷選手とはいえ、メジャー挑戦1年目から苦楽を共にしてきた水原氏を失うとなれば、大きな痛手となること間違いないでしょう。しかし、エンゼルス売却の噂が収まらない中、大谷選手はエンゼルス側から、1年3000万ドル新契約の提示を受けることとなります。